理由がなくてもひげちゃん。どうもヒゲちゃんでございます。いや週末天気ええなあ。資料あるわ先行くわ早いね後で待ってた。え後で積み地でいつも合流する人ですわ昨日の夜もここのシャワーで一緒になった。もうシャワーでずっと喋っとったわ。もうほぼほぼ 10分間シャワー中ずっと2人で喋っとったよね。皇室でもずっと喋っとった。こんなに天気良かったらここね駿河湾、うわ綺麗わ、うわ、すごい太陽が光ってる。海に、湾に、うん、スズキも綺麗にね、ほんと。はい、今豊田まで帰ってきて、刈谷のハイウェイオアシス付近まで帰ってきました。ちょっとね、出発も19時ぐらいやったんで、結局平日とあんま変わらんぐらいになりましたね。まあ今は22時半ぐらいですね。アリアでギリご飯間に合うかな。22時20分。わ、なんか着いたらちょうどラストオーダーの時間やねんけどな。まあ止めるのは苦労せえへんから、近くに止めてトイレ行きたいけどトイレ行く前にご飯食べようか。もう時間がねあれやから。寒い、超寒い。間に合うかね。よいしょ。大してないな。はい、というわけで今日はカリアハイウェイオアシスのねザ・メシアで、食事をとることにいたしました。まずはチキンカツの方におソースをかけていきたいと、あ、も、い、ますが、べ、が、わ、る、い、ベタなリアクションしたね今。しゃくれてますね。出ない、出ない。やっぱりブチュッと出ましたまあ今日はね初めてザ・メシア寄ってみたんですけどね、まあいつもやったらね横綱ばっかりしかハイウェイオアシスは行かないんですけど、カリアのね。まあ今回はですね21時半ラストオーダーでちょうど21時半ぐらいやったんですけど、まあね今日かかった金額はちなみに1280円ぐらいやったかな。高い、やっぱりね正直高いです。ザ・メシアとかね食堂で結構まあ満足するぐらい取ってしまうと。まあそうなんですけど、僕がね普通にいてるこうサービスエリア以外のとこのザ・メシアとかって昔ね
閉店間際になるとね、おかずが半額になっとったんですよ。おお、お味噌汁の方にもソースが飛んでたようっす。ほんでね、まあそれをもしかしたら閉店間際やからあるかもしれんと思ってこのザ・メシアに飛び込んだわけですよ。まあ飛び込んでみたものですね、やっぱりあの半額等にはなっておりませんでしてですね、でまあ今更買えることができないので、まあちょっと高いけど今回は泣く泣くザ・メシアでお食事をとったということでございます。まあね、あの料理はね、そこそこ美味しいんでね、まあお腹いっぱいにもなりますけども、どうやらおじさんね、配置をすごい気にしてたようですね。まあなんやかんやでおっさん満足そうな顔してますね。おじさんさっきからね、ちょいちょいキョロキョロしてんのはですね、もう閉店が間際になりすぎてですね、もうどんどん人が減っていって、おいこれまま食べとって大丈夫かみたいな風に思ってますね。お、虫が飛んできましたね。結構怖い顔しましたね、おじさんね。お、また飛んできましたね。見てくださいこの目、完全に飯来てます。日頃は温厚なおひげさんですが、飯を取られるとなると話は別のようでございます。食べ終わる頃には蛍の光が流れて閑散としておりました。マジですかーい。見える？見えるよな。めっちゃいっぱいうんちされてる。マジでこれ上もちゃうなあ。こんな上もそうやろ。もう最悪や。この横これ木あるからこの上いっぱい取りおったんやろ。もう嫌やわ。ちょっと移動しよう。あーもうマジありえへんぐらい、もう一生分の運がついたなこれはな。もう超ラッキー、超ラッキーやな。ほんま運つきすぎやろこれ。いやもうね、風よけのあの上にね風防あるでしょ、あそこももう、うんつまみれです。泣きそうやわ。それでかもう端っこ行くだけ空いとったんは気ぃつけなあかん、うん、横に木がある端っこね気をつけましょう。はい、これあーなんかすごいね、すごいすごい、なんか窓ガラスとかにいっぱい映ったある。なこれ。いっぱいもうみんなそういう車ですね、みんな。綺麗なかっこいい車乗って。もう私だけ血まみれでございますわ。どっかあれやなこれ。ちょっと新名神から行こうかな思ったけど、これもう名阪から行ってあの天理のところのね吉田の洗車機入れよう。ほんま泣きそうやわ。後ろからバイク煽ってきてるし、もうバイクブン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 時代来てるしよ。ほんまにちょっと待ちなあれ。
まあ、今はちょっとね、ちょっと大げさにやりましたけど、ね、ほんまああいう形のバイクとか目立つのに気を取られて、結局ねちょっと他のことがおろそかになるっていうことがね、運転事故の原因では結構あるんですよ、うん、ですんでね、まあそういうね今みたいなことがあってもね、確かにその一台気になりますけど、他もね周りもしっかり目配らしてね、事故起こさないようにしないといけませんよね、ほんま真面目なこと言いましたねミンハン回って天理のところね、吉田の洗車機入れます。やだもうまあ小鳥たちも私の転職を祝福してくれたんでしょうか違うか、そういうことですね、うん、おっしゃ運を授けてやろうっていう小鳥たちの粋な計らいでしょうね、はい。